一方、香川県では9人が受賞し、このうち高松市のクレーンメーカー大手ただのの元社長で現会長のただの光一さんが蘭綬褒章を受賞しました。大変光栄なことだと思っております。お客様、取引先、従業員、本当に皆様の、ご支援、ご指導いただいた賜物だと。ただのさんは祖父が創業したただのに1988年に入社、その後2003年から2021年まで社長を務めました。社長時代には海外向けの売上増加に尽力し、就任時にはおよそ 30% だった海外比率を現在の3分の2にまで引き上げました。また会長になってからも CO2 排出量ゼロの世界初となるフル電動のクレーンを発売するなど、業界の牽引役を担い続けています。経営理念、創造奉仕協力という形にまとめておりまして、世界にそして未来に誇れる企業を目指すということでありますので、まさにその理念をいかに社員とともにですね、体現していくかと、そこに集中してまいりたいというふうに考えております。